上原浩治の、ざたらな魂、ざたらな魂。魂あの、まあ、ここまで日本プロ野球の、あの、今シーズン振り返って、うん、ぜひ、あの、上原さんに、まあ。あっぱれと、こう、ちょっと、カッのところをね、あの、ぜひ、ぜひ、お話しいただきたいなと。思ってまして何、T. B. S. の真似してんの。 <laughs> いやいや、そそんんんな、な、なか、今日あ、今日そちら日曜日やもんね。はい、日本日曜日、はい。ね、今ちょうど終わりじゃやってみよう。ちょうどはい、今9時28分ですね。ね、勝つとかやってるでしょ、あっぱれと。ね、だから僕はもう一個、あの、うん、ほっこりを作ってもらわないと困るんで。おえっうん。あっぱれ、ほっこり勝つ。カツ そうそうそう。TBS に提言します。あの、ほっこり作ってくださいって言います。上原さん、すみません、あの、ちょっと確認なんですけど、ほっこりっていうのは、具体的にどういうときに繰り出されるものなんですか杉谷選手と誰かがセカンドベース上でじゃんけんかなんかしてたじゃないですか。ビデオ判定の時に。待ってる時間。そこでなんかじゃんけんしてる写真が出たんで。うん。まあ、あれはほっこりじゃないですか、ーン的に。うん。確かに、まあ、あったりというところね。 だからほっこり作ってほしいなと思ってますあわかりましたじゃあ雑談魂は、はい、ほっこりも取り入れて、はい、この3つで判定お願いします、はい、ジャイアンツがちょっと一つ抜けてるかなっていう感じなんですけどまあ戸郷はもう大アッパルでしょうん大つきますか大、うん、アッパルでしょもう完全にねローテーションも入ってますし友之と戸郷の。うん 2枚看板で今ね頑張ってますからね。はい、まあ,あとはねこの外出禁止じゃないですか。うん、はい。それも大きいと思いますよ。前の動画でも出しましたけど結局夜の誘いっていうのが野球界って結構あるわけですよ。はいああの。食事にしても試合後に食事行くとか、はいね、ちょっと飲みに行くとかっていうのもそういう誘いもあるわけですからそういうのが今ないわけですからね。こう自分の自己管理がしやすいじゃないですか。はいうん はい、僕は本当に来年が見ものだなと思ってるんでほう、うん、こういうコロナの、あのー、影響がなくなった時、まあ、落ち着いてお客さんがいっぱい入った時うそうお客さんが4万5万入った時そういう時にどう選手が力を発揮するかっていうのを見たいんですよねやっぱり全然違うものなんですかねいや全然違いますやっぱりこののファンの もちろん嬉しいですけど圧力みたいなのがあるんでね4万5万の圧力っていうのは,は<ー>やっぱりそれは全然違いますからファンの声援っていうのはもちろん嬉しいですし、まあ、敵だったら変なやじも飛んでくるわけですからうん、うん、今やったらそういうやじとか禁止じゃないですかはい、うん、その声援大きい声出したか、うん、そうそそそうそう、うんはい、そういうのがね、えー、プラスに働いてる選手もも,もちろんいると思うんで ま、もう一個言うのは、その、ライ、ライアンはもう、ライアンも大あっぱれですよね、あの、の人のおノーランは。素晴らしかったですよね。うん、いや、すごかったです。ね、あの、上原さんの仲良しのライアン投手。うん、あの、ツイッターに写真投稿してらっしゃいましたよね。あのね、ヤクルトのなんかね、公式ホームページかなんかみたいなやつ、ちょっとすいません、お借り、写真をお借りして。ああ<ー>。勝手に使いました。すいません。ああ、そうだったね、ここで。 謝罪の場に <laughs> これはえこれはカツスですかいや,、うん、いやあのね <laughs> いい写真だったんでちょっと使わせてもらいましたいやすごく素敵な写真ですよいやどこが素晴らしいと思いましたいやまずね彼は練習熱心なんですよ本当にあなんか真面目な方って聞きますよね一緒に自主トレやってた時も僕と自主トレしてトレーニングしたあと家帰ってからもう一回ジム行ったりしてるっていうのを聞いたんで。 えお前ちょっとそれはやりすぎちゃうかっていう話をちょっと一回したことはありますねすごいですねそれがでもそういうものがああいう結果に、うん、大きな結果に僕はもう昔の考えの人なんで、うん、今練習量っていうのはもう比例してくると思うんですよねそういう成績に大事ですか、うん、いや今日もたまたま YouTube で落合さんと野村監督の対談のやつをちょっと見てたんですよ、うんうん、落合さんが監督の時ね中日のはい 本当に朝から晩までキャンプ練習してたっていうぐらいですからやっぱ練習量ってこうそのしかもその時中日がね2連覇かなんかした時ですからやっぱり強かった時ですから今ねあのどんどんこうなんでしょう効率のいい そう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 そてそうそうそうんですけどううですそそんな球その風潮に対してはいそそこは否定しないですそれそもそうそ、ん、うそ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 ういうそうそ、ね、うそ、ん、うそうそうとうそ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  ちょっっとと上がててきてるんんじゃなないかなと思う中日ちょっと面白い存在になってきそうな気がするんですけどねちょっとその感じありますよねうんやっぱり選抜ピッチャーがね完投、うん、しだしたりして、うん、いい感じで中継ぎ陣の疲れも取れてくるんじゃないかなと、うん、今ね最初の頃はもう中継ぎ中継ぎでいってこう大変なこと大変な思いしてたんで、はい、今ねちょっと大野投手とかがねいい感じで完投してるし でその間、やっぱり中継ぎ陣も休めますから、はい、そういうサイクルがうまいことを回ってんじゃないですかねでね広島も今大瀬良選手と森下選手がね、はい、頑張ってますしごいですね、うん、まあだからねもう1枚欲しいですよね、うん、3枚やっぱ欲しいですよね先発ピッチャーねあー、まあ、やっぱりそうするとよりローテーションスムーズになりますもんねだからジャイアンツもそのトムエキと戸郷君ともう1人欲しいですよね どうでしょう、はい、あの藤波投手のことも上原さん、すごく応援してるじゃないですか、ねうん、世の中もやっぱりすごく注目してると思うんですけど、復活っていう言い方をしていいんでしょうか、復活の何も、もっともっと高いレベルの選手だと思うんで、まだまだですか、まだまだでしょうね。上原さんが思う藤投手の 魅力、どこですかいやもうあの身長とあの手足の長さがあるんでもうピッチャーのやるために生まれてきたような感じだと思ってるんで僕はうーんまあだからねそのコントロールでずっと悩んでたっていうのもありますけども、まあ、それがね前回上がってきていいピッチングしてうん,うん、やっと勝てたっていうことでこれからすごい僕は期待してます。の浮上をする ポイントは藤波君っていう可能性もありますよねもちろんもう,もうそれだけほんとキーになるうん、うん、なると思いますなると思うんですけどやっぱりどうしても打線ですよねだ康介ももうちょっと上がってきてほしいなとベテランですね阪神はーパーリーグが面白いなっていうねう 1>, その1位から3位まで1ゲーム差でもう一日一日で順位が変わるっていう セーブがうまくした当初とちょっと変わってきましたもんね変わりましたね,ね西武がいくかなと思ったらそこからドドドッと、うん、落ちちゃったんではーいねまさか西武はそんな位置にいるとは思ってなかったですねびっくりですよね、うん、まあまあ先発陣がね西武はちょっときついだなっていううん後ろはまあまあ安定してるんでね まあとやっぱり打線は水物っていうので、その水物の悪い方向にちょっと今、セーブははまっちゃってますよね。あ開幕当初はもう、バンとはまってて、うん、昨日してたからあれだけ得点も取れてたけどっていう。うんうん、だから今、得点がそんなに取れてない感じじゃないですか。うん、そうなんですよね。うまん。だからセーブがちょっともうちょっと上がってくれればっていうのと、まあびっくりしたのはオリックスの監督交代ですよね。うんいや ちょっとこのタイミングでというね早かったですよね、うん、またあの解任じゃなくて辞任を要請したっていうね、うん、表現も含めてをなんかちょっとかなりまあ厳しいというか辞任を要請っていうことは解任っていうことじゃないのかな、ね、でもそこは違いますっておっしゃってましたね解任じゃなくて辞任を要請したんですっていうのが、まあ、記者の方の問いかけにもなんかそういう形で福来さん答えてらっしゃったんで どうなんですかそのシーズン途中に監督が変わるっていうのは、うん、選手の側からしたらどういう感じなんでしょうまあ監督も変わったしコーチも変わったでしょ、結構。まあ、ーコーチがいっぱい変わる方がやりにくいんじゃないですかね。あ監督よりもうーん,うーんその作戦面どういうピッチャーを使ってっていうのは投手コーチからやっぱり連絡が来るわけですから。う 自分がんていうんですかこうしたいああしたいっていうのは多分開幕前にコーチに伝えてると思うんですよ選手はそれをまた一からやり直さなくちゃいけないっていうことになりかねないんでうん,うん<あ>なんかもう一回自分の思いを伝えないといけないっていうことで二度手間的なことになってんじゃないかなと思うんですけどねしかもまたシーズン途中のうん 試合もあるタイミングでまた個別にそういうなんか面談する時間とかも取れないですよね無理でしょうねそれはね。ねえとなると、うん、なかなかちょっとその辺りのすり合わせが難しそうですね。まあでも外からこう読んだわけじゃないですから <laughs> 2>, 2軍の監督がそのまち軍に上がったわけですからまあその辺はまだね知らないわけじゃないですからうん。 オリックスを見てもいいんじゃないでしょうかね。うん、そうですね。うん、だからソフトバンクがね、もうちょっと抜けそうな気はしてたんですけど。うん。うん、そうなんですよね。いまいち、こう、抜けない。ですねそうですよね。なんかあの。去年までの、ちょっとホークスと違うぞっていう感じが。してるんですけど、うん、ど、どこに要因があると思いますか。いや、でも、ロッテも楽天も、まあ、強いっていうことですよ。 そう簡単にソフトバンクに負けてるわけでもないですから。うんうん、やっぱり他のチームが強いということで、やっぱり抜け出せないということですよね。となると、まあその、ホークスが負けてることが勝つじゃなくて、その他のチームにあっぱれってるチームが、うんいや。ロッテはそうですよね。う,ーんうん まあそんな1位2位をっていうふうな予想をしてる解説者の方は少なかったと思うんでねうんまあ自分もその一人なんですけど、はい、まあ今はね首位並んでる首位に、はい、今その辺にね、うん、いるわけじゃないですかうん、うん、だからもうロッテにはやっぱりですよねロッテもねなかなかこうちょっとこの数年こう生ききらない感じというかありましたしね まあ、補強がね、今年しましたから、ううん、うん、マ、うん、く君も入りましたし、そんな飛び抜けて勝ってるわけでもないですけど、きちんとこう、ローテーション守ってやってくれてるっていうのは、大きいいと思いますよまあ、パリが本当面白いですね。うんツ<う>はやっぱり、まあ、ちょっと今はね、僕の中では昨日の畑が納得いかないっていうぐらいで、ああ、のジャイアンツのハイ、はい、うんうん。原さんも怒ってましたからね、原監督も。う ジャイアンツだと、沢村投手が今、3軍ですよね、ちょっとね、ニュース見て、心配だなと思ったんですけど、まあ、今、もがいてますね、まあ、自分できちんと答え出してこう、頭の中が硬すぎるかもしれないね。2軍でも、やっぱりなかなかそれがこう解消する方向に向かわなかったから、3軍っていうことなんですよね。 まあそこで何て言うんですかもういいや練習しませんっていうタイプじゃないからね彼は全然でも練習もちゃんとするしうん、うん、誰よりも早く来て準備もしてるわけですからまあそういうのが絶対最後にちゃんとプラスで帰ってきますから僕は期待してますだからもうあれこれちょっとね頭の中で考えすぎて頭の中が固まってんじゃないかなと思うもうちょっと柔らかくしたらいいのに思いますう もうてるもんら打っ,ってみろで真ん中投げたらいいんですよ150キロぐらい投げるんだから、うん、確かに勢いよくね、うん、ドンとうん、うん、そういう気持ちでやってみたらどうかなと思うんですけどねうんじゃあ上原さん今日は以上ですいろんなプレーを期待してますはい